皆さんこんばんは。またまたサンデー毎度毎度お騒がせしております。古新聞古雑誌、日が経つにつれて断捨離という言葉があります。エコにエコミズムという言葉がありますが、日に日に不要品も出るのは当たり前だのクラッカー。本日はモーツァルトをお届けいたします。それでは、ついで、シャープ2つ参ります。指番号も1234512番のしっぽゴリラの息子、ナッパに葉っぱ腐った豆腐、豆腐は臭い光る親父のハゲ頭。それでは